グロースローは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラセ軍に属す、マチソン。ライン側から約3キロメートルのヘッシシェリートの中央部、ビブリスの北に位置する。グロースローは、北をゲルンスハイム、東をアインハウゼン、南をビブリス、西をボルムス、およびハムアムラインと境を接している。グロースローは、フランクフルトアムマイン・マンハイムの鉄道で分けられた2つの、 地区からなる。古い元々の入植地が西側、鉄道の東側は新しい住宅地である。この町は782年のロルシュ文書に初めて記録されている。町の名前は時代とともにローハイムスーペリア、ビーシャローハイム、オバーローハイムと変遷し、1689年以降、グロスローハイムで定着した。中世には、 ロルシュ修道院が領主であったが、後にビッケンバッハ家、エアバッハ博、そしてヘッセンホーハクの縁石にあたるカッツェン・エルン・ボーゲン家が領主となった。エアバッハ博が収めた部分は1714年に売却されヘッセン・ダルムシュタット領となった。30年戦争とそれに続くフランス軍の略奪はこの町に多大な犠牲を強いた。1659年に ヘッセン・ホハク・ゲオルク2世は、グロースローの忠実なる、我が新民に自由で開かれた市場の開催を強化した。これが、現在も続く5月市の原型となった。もともとは、農業の町であったが、最近50年のうちに残った農家は15個だけとなった。この町の議会は19議席からなる。1990年から町長を務めた。 ハインツ・ロースの正教を受けて2008年に行われた選挙でライナーベル氏がこの町の町長となった。クレンケの記念碑、グロースローは鉄道フランクフルトアムマイン・マンハイム線沿いに一致している。ありがとうございます。